はい、ASJ チャンネルですが、MECP、ここに挙げてますように、MECP2 腸症候群の勉強会第2弾です。で、今日初めて見られる方もおられるかもしれないので、おさらいからやるんですが、今日はですね、前回の議論の中で、遺伝子治療というものの勉強しようしたいという話になったので、横におられる小野寺先生、今は国立なんていうのかな生育センターの、こういう遺伝子治療とかをやってるグループの、部長ですけども、ずっと北海道大学の小児科なんですね。私も昔から知ってるんですが、北海道大学の小児科からずっと遺伝子治療をやってられるので、今日は、いろんなことを、彼に聞いてみようということでわざわざお越しいただきました。じゃあちょっとなんか自己紹介よろしくお願いします。生育医療研究センターの小野です。小児科で主に免疫不全をやってるんですけど、やはり遺伝子治療というのが今のあれで、ゲノム、要は遺伝子を治す、非常に治療効果が現れるということで、現在本当に欧州、欧米を含めてですね、いろんな企業が本当に参画してくると思います。ですから今後多分5年ぐらいのうちに治療法が全く変わってしまうんじゃないかと思います。今日私の知っている限りのことでお話しできることがあるので、ぜひ質問していただければと思います。よろしくお願いします。患者さんの家族の方にも参加していただいていますので、どんどん自由に途中で遮っていただいて話を聞いてもらっていいと思います。で、今小野寺先生がおっしゃったようにですね、僕自身もいろんな論文を紹介していて、遺伝子治療と免疫治療は今30年ぐらいの歴史を経て、刈り取る気にあるなと。でベンチャー企業もたくさんあって、で実際にフェーズ3、第3層で患者さんに持っていけるところまで行ってるのがもうだんだん目白押しかなと思える状況なんですが、残念ながら日本ではですね、やっぱり取り組みが遅いですね。で一部の先生方除いて、どうしても遺伝子治療のことに関しての、進展が少ない。だからこの辺のバランスを取った、科学技術助成政策みたいなことも本当は大事だなと思っています。で、まず今日初めて見られるっていう方のためにちょっとだけ、MECP2 腸腹症候群っていう話を前回したこのスライドを使って、したいと思います。で、これは MECP2 っていう遺伝子の2つあると。で、これがなくなるともう一つレッド症候群っていうのがあるんですが、2つ重なってあるっていう病気なんですね。で実際歴史は新しいです。で実際にもっと多いはずなんですけども、日本大体2014年で論文にちゃんと報告されてるのが100例ぐらいしかない。でこれはもう飛ばしますが、どこだったかな、2005年に大体、こうですね、2005年に初めて、特定された。で、ですから多くのお医者さんがまだご存じないと。でそのおかげで診断が遅れるというのが一つ問題ですね。で、ほとんどの場合、女性に起こることはなくて、男性です。で実際には、いろんな発生異常が起こるんですが、生まれた要するに発達の後でもこの MECP2 という遺伝子はちゃんと細胞の脳の細胞の中に出てですね、で働いてるんですね。ですからもう10歳になった、20歳になったから手遅れやというわけなくて、手遅れの部分と、それからこれからまだ、
治療の可能性のある部分に分かれるということで、じゃあどんな治療が可能かっていうと、どう言いますかね、症状を取る、まあ、対症療法っていうのはたくさんあります。で、しかしこれ遺伝子の病気で、しかも遺伝子が2つになってる、倍1人の人で倍出てるわけですね。ですから、こういう場合に完全にその対症療法だけでやるっていうのはなかなか難しい問題があるので、これを可能にするのも一つの方法として遺伝子治療があるんじゃないかと。で、それに関して、前回この論文を紹介しました。これ英語だけで申し訳ないんですが、何が書いてあるかというと、まあ、マウスのモデルで、まあ、ここだけ見ていただいたらいいんですが、遺伝子治療を行うと神経が、ものすごく反応するのを止めることができる。ですから、発達そのものはひょっとしたら治らないかもしれないけども、今一番問題になるような転換なんかを止めることができるかもしれない。でこれはあくまでもマウスモデルなんですが、例えばこの下の方の論文にあるように、猿のモデルができ始めてきているので、まあ、将来はですね、実際に人に持っていくための動物モデルでいうプラットフォームはもうほぼできている。ですから本当にできるかどうかを、やっぱりみんながお金を出してやっていけるかどうかという問題なので、まあ、ぜひ今日はですね、小野寺先生にその辺の可能性について、お話しいただこうかなと思っています。ですから遺伝子治療と一般的にちょっと難しい問題いっぱいあるんで、僕も難しいことを小野寺先生がおっしゃったら僕も途中で、止めますし、それからもう皆さんもぜひ、ここは分からんよというのも遠慮なく言ってください。十分時間今日取ってますから、じゃあ前置きをこれだけにして、小野寺先生の、まあ、お話を聞こうかなと思います。で、まず、このスライドからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆっくりゆっくりお話しください。はい、MECP2 の話の前にですね、うん、今お話しましたように実は子どもの病気というのは大体遺伝子異常が多いです。で遺伝子ここに向かって指はいいですか、いいでしょう、まあ、要は一つ、そう、ここですね、こちらですか、これですか、要はですね一つの遺伝子から起こる、病気です。まあ、これを単一遺伝病というふうに言ってます、うん、で単一遺伝病というのは主に何が起こるかというとですね、やはり足りないっていうことが、もう機能が足りないとか物が足りないということによって病気が起こるということが一番なんですね、うん、ですから、まあ、簡単に言えば足りないものを足せば治るというのがもう小児 の, 特に遺伝病に関しては非常に重要な点だと思います。で方法はいろんなやり方があります。でこれちょっと後でお話ししますけれども、一つは機能がないタンパクですね。タンパク、ある遺伝子がおかしくなって必要な欠損酵素って書いてますけど、うん、こういうものが足りなくて病気になるものがあります。そうであればここに示しますように、まあ、タンパクを直接筋肉ですとか注射して入れてやれば治るだろうという考え方、うん、まあ、今ちょっともう分かりやすく言うと、遺伝子の病気が、遺伝子は必ずタンパクになりますから、遺伝子がないというのをもしタンパクを外側から与えて治るものなら治すことができる。例えばもう分かりやすい いう話で、血友病なんかそうですね、うん、血友病っていうのはファクター第8因子とか第9因子が、ね、まあ、遺伝子異常によって起こって血が固まらへん、ね、血が固まらない病気ですね。あれはどういう治療をするかというと、もう合成されたタンパクとしての第8因子とか第9因子を、まあ、うん、毎回打つとか月1回打つとかという形で、そういうのタンパク療法してるんですね、うん、そうですね。今ちょっと血友病の話で言うとね、大体、うん、今リコンビナントっていう、もう完全に凝固因子を作って注射することができます。しかしね、年間2000万ぐらいかかる。
でそれを今遺伝子に移し替えて、ね、遺伝子だと1回注射しておけばあのもう全然、まあどのぐらい長くかな、まあ一定の期間大丈夫なの で、ね、まあこの毎日毎日そのお薬を入れるということをやめて遺伝子に変えようという方向になってます。で今なぜそのリコンビナントと言われているその綺麗なだあのやつにするかというと、実際に不幸なことにその昔は人の血液からやあのその第八因子やらをもらっていたわけで、エイズであったり肝炎になられたわけですよね。ですから、まあ、そういうことがないように綺麗なやつをやる。だからまあ一番わかりやすいです ね、あの補充療法で治るっていう話。今あの西川先生が言われたように、うん、やっぱりあのタンパクっていうのは入れたらすぐ壊れてしまう、うん、もう一般的には入れたらすぐ壊れてしまうんですけども、まあ、壊れない方法だとしても最低でも例えば月1回ですとか週1回打たなければならない、するとそれは非常にお金がかかるということなんですね。でもう一つの方法というのは、その今説明がありましたけど、タンパクの元っていうのは実は遺伝子から作られてますので、その根っこのところを入れてやろうという考え方が遺伝子治療です、うん、先生基本的にはあのタンパクの酵素補充療法というのは毎回打たなければならない、うん、まあ、飲み薬みたいなもんなんですけど、遺伝子を治してしまえば実は1回の治療で治ってしまうという考え方なんですね。ですから、まあ、基本的には安上がりですよね、まあ、あの本当のところ言うとコストパフォーマンスから考えると安いというふうに言われる、うんうん、なかなかただあの開発のところで今どうしてもお金かかるんで、うん、今高いと思いますけど、ま、問題は1回の治療で治るか毎回打っていかなきゃならないかの違いだと、うん、で方法は2つあってですね、1つはあの直接打つタイプというのがあります。これは後でちょっと言いますけど、タンパクを打ったり、まあ、あとあの遺伝子を直接入れるタイプというのがある。これは頭に打ったり肝臓に打ったり、例えば筋肉の病気なら直接筋肉に打つということをやります。それからもう一つがですね、これ移植と基本的に同じなんですけども、まあ、今お話ししましたように、あの子どもの病気っていうのは遺伝子の異常ですから、特に血液系ですね、血液細胞に異常があった場合は1回患者さんから血液細胞を取ってきて、ここで遺伝子を、まあ、治すとか入れてまた戻すという、うん、これ基本的に骨髄移植と同じの方法なんですね、うん、ただ何が違うかというと、骨髄移植は他人の細胞をもらってくると、するといろんな副作用が起こるわけですね。それからご存知かもしれませんけど、 HLA というものがあって、白血球の方ですけども、なかなか合わないから移植ができないということがありますけど、基本的にこれ自分の細胞ですから誰でもこの治療法ができるわけです。ですから直接打つのではなくて、1回外に出してそこに正しい遺伝子を入れてまた戻すというやり方があります。これいずれにしても遺伝子がおかしくなっているとか足りないからそれを補うという考え方なんですね、まあ、フランスなんかではもう実用化されてますよね。だからあのもう本当に免疫が全くない子どもが、まあ元に戻る。でまあ、何年か前にうまくいったいう報告があったけど、やっぱりその白血病が出たんですね。でやっぱりそのこういう遺伝子を入れたところがその、まあ、危険なところやった。そうですね。でそれをやっぱりちゃんと克服して今やと、まあ、全く白血病の出ない治療ができているので、1回注射すればこれは1回の治療で治って、うん、まあ、骨髄移植ですから患者さんから細胞、まあ、あの大体ちっちゃな生まれた赤ちゃんぐらいから血液を取って、これ正しい遺伝子を入れてやれて、うん、また戻すとその子は一生ずっと普通の子供と同じようになる。で特に重要なのは何と言いますか、自分の細胞だという、うん、人の細胞ではなくて自分の細胞を使えるというところが非常に大きい。で次なんですけども、今お話しましたようにこれポンペ病という病気があります。これはあのライソゾン病という病気なんですけど、まあ、ライソゾンって何やってるかというと、これ細胞です。で細胞というのはですね、あの栄養を取り込む分だけ老廃物ですね、汚いものがどん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 出てくるわけです。食べたら当然細胞もあのエネルギー活動してますので、栄養を取ったら必ず老廃物ができると。その老廃物を壊すのがこのライソゾームというところなんですね。このライソゾームの中に今500ぐらいのですね、この汚いものを壊す分解酵素っていうのがあります。この中にいっぱい入ってるんですね。でもしですね、この分解酵素の一つでもなくなると、うん、その汚いもの老廃物が溜まっちゃうんですね。これ溜まり病っていうんですけども、とこのライソゾーン病のですね、アシッドアルファグルコシダーゼというものが足りなくなると、どこに溜まるかというと心臓ですとか筋肉に溜まってきて、非常に心臓が大きくなったり筋肉に筋低下が起こるわけです。
で非常にまあこういうことな最終的にはまあ1歳未満で死亡するわけです、うん、で先ほど話しましたように原因はですねこのアシッドアルファグルコシダーゼの遺伝子がおかしいわけですけども、うん、まだこの時はできてなかったので方法としてはですねこのマイオザイムという薬が今あるんですね。これはタンパクです。でマイオザイムという薬をで大体月1回ぐらいなんですけどそれを直接、注射することによってこの、患者さんですねの中のここの部分にこのマイオザイムが効いてくるから老廃物を治してくれるということで結果的にどうなったかというと今まではもう2歳ぐらいとかですねぐらいで亡くなった患者さんがこの薬を使ってからずっと健在なんですね、うん、ですからただこれは先ほど言ったようにとにかく毎回この薬を打たなければならないということなんです。で、ただですねじゃあこれで全て OK かというと先ほど西川さんちょっと西川さんに出てましたけどいかに早く見つけるかっていうのがすごい重要なんですね、うん、大事なんですね。だからもう例えばこの患者さんはですねこれ生後2ヶ月の段階で見つかったんですけども、うん、見つかって当然ご健在です。ただこの段階でも非常に筋肉がやられてるんですね、うん、一度やられた筋肉っていうのはなかなかこういう薬でその老廃物を治したとしても前の状態になかなか戻りにくい。生後1ヶ月の人だったら比較的戻ってますけど4ヶ月から始めてしまうと戻りが悪いということでですから子どもの病気というのは実は治すだけではなくていかに早く見つけるかというところが非常に重要な点になっているというのがこれが酵素補充療法の方法です。ただですね酵素補充療法にもいろいろ問題点があってですねこれも同じようにまたライソゾンベースまたさっき言ったこういうたまり病なんですけどある酵素ですねここに書いてあると出てるかなこれですねアシルサルファターゼというこれも同じような酵素なんですね。でこれもこれがないことによって老廃物がどん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 たまるんですけどたまる場所がですね実は神経にたまっちゃうんですね。先ほどの患者さんは筋肉ですとか、まあ、心筋にたまるからまだいいんです。いいことはないんですけどなぜ頭がダメかというとですね直接血液に打ったとしても、うん、頭と血液の間にブレッドブレインバリアっていうのがあって入っていかないんですよ。だからせっかくさっきの患者さんみたく血液にこういうアリルサルファターゼの酵素を打ったとしてもそれは頭にいかないので効かないっていうことがあるんですね。本当にねお母さんによってはね、ね直接その脳にね注射してもいいとおっしゃるので、ねそれを受けられてる人いますよね。最近やっぱり髄注って言っておんまやと頭にこう管をつけて、うん、そこに直接酵素を入れる方法が出てます。でそれは確かに今度頭に行きますのでその部分でかなり効果があるだろうということを言われてるんですね、うん。でまあ、もちろんただその代わりずっと頭の中にそういう管を入れて子供の場合はね入れっぱなしにしないとならないということがあったんです。でですねまあ、じゃあどういう治療があるかというとこれ以前からですねこれ西川先生がずっと得意かもしれませんけど、うん、実は骨髄移植がうまくいくって言われてたんですね。じゃあなんで頭なのに骨髄移植うまくいくんだと頭と骨髄関係ないだろうと思ったんですけど実はどうもですね骨髄のある細胞がですね頭の方にこう動いてくるんですね。血液の中に入れてもこれよく分かってない一応ミクログリアとかマクロファージって言われてるんですけど、うん、それがずっと頭の方に流れてって頭に住み着くっていうふうに言われてます。掃除してくるんですね。で結局これは造血幹細胞移植ですから他人の細胞を、まあ、他人の造血幹細胞を入れると他人の造血幹細胞がなぜか知らないけど頭に行って掃除をしてくれるので治療効果があるということなんですね。これが今までずっと言われたんですけども実はですねまあ、先ほど言ったように遺伝子療造血幹細胞遺伝子療というのは移植と同じですからこの患者さんから血液細胞を取ってそこに正しい遺伝子を入れてまた戻すと、うん、戻ったちゃんとした正常な細胞が血液だけじゃなくて頭にも行ってくれたんですね。するとこれはイタリアの症例なんですけど黙ってるとこれ脱髄ってこう白い部分というのは神経が壊れた状態なんですけどもこれ何も治療しないと非常に白くなってどん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 進行性大体3歳から4歳ぐらいで非常に強くなってくるんですけど歩けなくなっちゃう病気なんですけどそれが今の遺伝子治療患者さんの細胞を取ってきて遺伝子を入れ1回ですよ1回入れてまた戻すと進行が止まっていると。でさらにすごい、まあ、すごいというか確実性なんですけどこれはですね髄中背中の中の液の頭の中の酵素量を見てるんですけど普通の人はこういう形で酵素の量が見えます。で患者さんは頭の中にこの酵素がないんで見えないんですけど遺伝子治療をやった後にちゃんと見えてきてすなわち
ある造血幹細胞が何らかの形で頭に行ってそこで掃除をしてくれるんで、こういう形で今これ15、6人、まあ、20名近い患者さんが実際受けられて、あの本当にこういう序の硬直ってもう動けなくなる患者さんが実はもうサッカーできるようになって、これで1回の治療で治っているということなんです。これが今の実は遺伝子治療なんですね。こういう形でどん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 、あの今までは免疫不全症ばっかりだったんですけど、やっぱりこういう神経系の病気とかに対して、まあ、足りないものを補うという考え方では非常に治療効果が高いということです。それで、さ今日のお話なんですけども、あのアンチセンスオリゴということで、まあ、あの先ほどのですね MACP2 みたいなものなんですけど、今度はあの基本的には使うものは、ここに書いてある核酸というものを体に打ち込みます。体に打ち込むことによってこの DNA とかあるいは核酸がですね何らかの、ここに書いてある、そういう遺伝子の働きをですね障害したりあるいは消したりすることができるということがあります。あまり難しい話しませんけども、いろんなタイプがあります。で今日はこのアンチセンスなんですけども、特にですねあの、まあ、ちょっと構想難しいですけど、特を見てほしいんですけど、アンチセンスというものがあります。今日の話なんです。あの、遺伝子というものはですね、まあ、これ RNA というものがあるんですけど、こうアンチセンスを入れると、一つはこれは機能を止める型、あの普通に働いている機能をこう相互的にして、同じようなものなんですね、うん、裏返しです。あの裏と思って写真のネガとポジみたいな感じになってて、そういうものこうあるポジティブ、あの裏表に対してアンチセンスというのは裏です。ちょうどネガですね。ネガをやるとこうピタッとはまっちゃうんですね、うん、2つちょうど A と あるものとあるものオツとトツみたいにピッとはまってしまうと、ここではまってしまうとですね、この機能が止まってしまうんですね。普通だろう1本だと動くところがピタッとはまってしまうので、ここだけ2本になるので、ここの部分の機能が止まるという考え方があります。もう一つがですね、これ実は同じように裏と表がピタッとはまる、オツとトツが、あのオツとあのトツがはまるとですね、実はここの部分が非常に弱くなって壊れちゃうっていうことがあるんですね。だからアンチセンスオリゴの場合っていうのは、一つは機能を止める方法と、そこのところを壊してしまうという2つの方法があります。で、一つのこの止める方ではですね、ここですね、このこちらの方ですね、機能を止める側はどんなことで使われているかというと、今これがあの実際行われているんです。これはあの筋ジストロフィー、ズシャヌ型の筋ジストロフィーという病気があります。これズシャヌ型の筋ジストロフィーって何かというとですね、ジストロフィンタンパク、まあ、要は筋肉に非常に重要なタンパクなんですけども、その重要なタンパクがおかしくなって筋肉がなかなかあの動かなくなるので、ここに書いてますけど、筋力低下とか筋萎縮とかですね、こういう、まあ、筋肉ですから心臓ですとかこういう病気になるというのが、このズシャヌ型の筋ジストロフィーというものなんです。でこれちょっと難しくなっちゃうんですけども、難しいね、だんだん難しくなってきて、いや、めちゃめちゃ難しい、なんか止めましょう先生、だからどう言ったらいいかな、うん、やっぱりこれ普通に使わないですよね、うん、だからものすごく長いものの一部を飛ばしても、うん、遺伝子が機能するから、そう、そういうことなんです。これをどう難しいですね、本当は、まあ、簡単に言えばですね、これ大体49、うん、元に戻してくれる、それから実際にこうですか、なんていうかな、僕らはやっぱこの彼が言ってるアンチセンスというものを体の中でいっぱい使ってるんですよ本当は。で例えばどう言ったらいいかな、お母さんの半分の X 染色体だけが働くっていうのもね、実際にはそこから作られる RNA がわーっと X 染色体をカバーしてくれて、もう動かなくなるんですよ。でそれがねもうランダムに起こるんですね。だから片一方で起こるとこもう片一方で起こらないようになってる。それから例えばお父さんからもらってきた遺伝子とお母さんからもらってきた遺伝子を止めたりするのもね、やっぱりちっちゃい RNA っていうのが大事なんですよ。でただそれだけではなくて、小野寺先生の言ってるのは RNA が RNA を潰すっていうことがあって、でうまくいくとRNA 一部だけが切れてくれると、あともう一度
なんていうかな、その途中で止まってしまって、うん、もうあれねはあれねですから、だからその最初ズタズタになるんじゃなくて、その一部だけ切ったら、うんうん、あのもうなんていうかな、ちゃんとしたタンパクができるかもしれへんっていうような治療を今一生懸命やってて、実際日本でやってあるんですよ ね。そうですね。だからそのアレネを使ってできてきた、あの普通なら何の機能もない長いアレネのちょっといらんところをまあ剪定して取りもして、で、まあ完全ではないけど何とか動かすようにしようと、まあそういうイメージを持つ人もいるんですね。でただこれで大事なのは、多分そういう治療法がありえて、でなおかつ実際には効く場合があると。そうです。いや、あの効く場合もちろん大事なんですよね。あの本当にですね、いや、まあ、まあそんな感じで聞いといたらいいんじゃないですか。あの要は一本、もともとは試験しませんから、あの一本のもののところにさっき言った双方的裏と表の感じのものを、この赤いのがアンチセンスなんですね、うん、すると黒と赤がペタッとこうくっついちゃうんですね。したら今まで一本のところが2本になるとどうしてもそこのところが動かなくなるっていう考え方が一番多分分かりやすいですから、もう遺伝子っていうのは全部あの分かってますので、私たちはこの遺伝子全部配列っていうかね、あの全部分かってますので、それのちょうどひっくり返した形でペタッとはまるものを合成して作るんですね。で作ってやると細胞の中でこの黒に対して赤がピタッとはまると、ではまるとここの部分だけが2つになって、2本差になるっていう、ここも二本差になると。二本差になると一つは機能が動かなくなる方法と、それから壊れてしまうという、うん、その二つのがアンチセンスオリゴの機能なんですね、うん、例えばまたよくあるのがですね、肝炎ウイルスってあるんですけど、そうですね、肝炎ウイルスっていうのは基本的にウイルスですから、一本差とかそれに対するこの双方的同じものを作っちゃうんですね。肝炎ウイルス、まあ、エイズもあるんですけど、あるウイルスに対してちょうどその裏となるものをペタッとつけると、そこだけそのウイルスが2本になるわけですね。そこの部分するともうウイルス増えれなくなっちゃう。だからウイルスの治療にはこのアンチセンスオリゴって結構、サイトメガロウイルスとかのにも使われるんです。サイトメガロウイルスのある配列のところのちょうど裏側、反対側にした、まあ、これ A と G とかそういう話なんですけど、そのピタッとはまるようなものを作って入れてやると、ウイルスの染色ゲノムとこのアンチセンスが2つはまってきて、そこだけ2つになるとそこで止まって、複製が起きなく、つまりウイルスが増えなくなるんで治療になるっていうのが、比較的このアンチセンスオリゴの今後の使い方というやり方、うん、あの会社のやつ次の次ぐらいね、それからもう実際に、あ、それもこれですね、こうですね。だからやっぱり結構いろんなところでやられてますよね、はい。これがあのさっき言ったサイトメガロウイルスに対するもあの網膜炎、目ですね、うん、目の感染症に対して実際アンチセンスオリゴが使われているとかですね、うん、まあ、あとはあのこう冠動脈、血を固まらなくするようなですね、うん、ファクター9番ですけども、それに対する反対を作ることによって、このファクターの、第9因子を働かなくするとか、うん、働かなくするためにちょうど正反対を作っていくっていう、うん、まあ、アプタマーっていうのはね、あれね、まあ、これも言い出すとキリがないんだアプタマーあれねってやっぱりその今言った情報だけではなくて、なんかあのいろんなタンパクに必要な機能があるんですね。だからこれ例えば加齢黄斑変性症で、まあ、高橋正代さんがあの細胞移植で有名になってるやつやけども、もともと血管がいっぱいできてくるの で血管血管を抑えるあのお薬として使う、うん、だからもう遺伝子として使うんじゃなくて、うん、目に入れるとその血管を増殖さそうと入ってきてる分子を壊す、まあ、抑えてくれるんですね。だからもうあれでいろんな形で使えるんだけども、やっぱりあんまり難しいことよりはもうアンチセンスか siRNA っていうのが多分ここの重複症では一番問題になるやつですよね。そうです。あの、まあ今お話がこうあって、その今まずアンチセンスの方、これ実際その一つは機能を止めるということで、うん、その、筋ジストロフィー、ね、ですね、に対しては実はこれ49、50、51、うん、これエクソーティンフィルターって言うんですけど、ここに異常があるとですね、これ
ここで要は遺伝子転写が転写だと翻訳が止まってしまうという、うん、この辺タンパクができなくなってしまうんですね。ここの50番目に異常があるとですね、変なタンパクが拡散、なるので、タンパクが正しいタンパクができなくなると。つまりこの50番をなんとか抜きたいのですね、うん、50番を抜くために、実はこれここのところに50番を飛ばす、先ほどの機能ですね、この機能を使って、これを使って本来であれば50番を読むことにするのを、ここをと読まないようなアンチセンスを作ることができるんです。すると50番読まなくなると、ごめんなさい、51番50番読まなくなると49から52番まで飛ぶんですね。ここ本来であればずっと読んでいかなきゃならないものを、わざとここを飛ぶようにすることによって49からいきなり52に飛ばすということができます。これはそれでも、まあ、どうもない、その別にその長い必要ないと、ね、これ実はですね、ベッカー型ってキンジストロフィーって2種類あってですね、ズシャング型っての非常に重いタイプなんですね。で実はこのタイプもあって、これベッカー型って言ってるんです、うん、これ比較的軽いんです、うん、ですから重いキンジストロフィーをこの51番を飛ばすことによって比較的軽いタイプのやり方なんです。実際にはもう本当にね、ここに日本もね、たくさんやってるんですよ。これが企業ですね、海外 GS 建設とかいろんな、日本でモルフォリノットというこういう拡散を作って、その代わり筋肉に打っていかなきゃなんです。1、うん、個ずつね、1個ずつってその筋肉に入ると、この筋肉のアンチセンスのところで効きますので、その、筋肉は今度はこういうタンパクではなくてこっちを作り出すわけですね。すると正しい機能的なタンパクが作れるんで、患者さんが比較的動けるようになるということで、比較的これはですね、アンチセンスの今流行ってるというか、非常に将来的に有望なですね、アンチセンスの一つなんですね。これは機能の方です。で今日の話はですね、 MACP2 っていうのは今の倍になったやつを、そうです、これはですね、逆に今度こっちですね、壊す側です。これは機能だったんです。今のは筋ジストロフィーは飛ばすというかですね、機能だったんですけど、これは MACP2 は、多分西川先生が説明されていると思いますけど、この MACP2 というのは、重複というのは、要は2つ、本来は1個、実際には3つ遺伝子が出るわけですね。この片一方で2つ、でもう片一方で1つありますから。で要は数が増えるわけですから、うん、本来であれば、基本的には1個しか、例えば1個があるものが重複ですから2個になっているということの、つまり量が多いわけですね、うん、で量が多いことによって、あ、そうだ、 X やから2つで1が、一応メチレーションかかってるって方方がそうはいいんですけど、要は量が多いと、ですから多いものを、つまり、本当は1のところをこの人は2があると、うん、で逆にここに書いてあるレッド症候群っていう人は1のものが0なんですね、うん、だから人間の体って面白くて、ちゃんとタンパクが一定の値がないと多くてもダメだし少なくてもダメだということなんです、うん、ただ、これさっきも出てたと思うんですけども、レッド症候群っていうのは誰がなるかわからないんですね。で要するに予見できない、で子供が生まれてきて初めて分かるっていう感じやから、やっぱりいろんな形でリスク管理ができるっていう話をすると、やっぱり早期診断が可能なのは重複症なんですね。だからやっぱりそういう意味で、その重複症をなんとかその遺伝子治療で治せないかという、こういう実験が今マウスのレベルでは行われようとしているという感じですね。で今まさにその MACP2 が、何度も言うように量ですね、0でもダメだし2でもダメ、うん、普通の人は1だと。でこの重複症というのは、重複というのは2つという意味ですので、基本的には2を1に下げればいいわけですね。すると病気が治るということで、先ほどのアンチセンスオリゴを使って1個いらない MACP2 を消せばいいという考え方なんです。で今回 彼らはですね、この MACP2 という配列があるんで、それのちょうど裏返しを作ったんですね、うん、で何種類も作ってるんです。彼ら5種類ぐらい確か作ってると思うんですけど、
一番効くのをこう調べてくる、まあ、例えば10あったら前半部分がいいのか真ん中がいいのか後半がいいのか、それ全然分かんないわけで、みんなこう真ん中部分前半部分で作ってみて、実際にちゃんと壊れるのを探すんですね、まず最初に。で非常によく壊れるというのが見つかったら、それは体の中に入れるとちょうど MACP2 とさっきのこうピタッとはっついて壊してくれるということをやりました。で、まあ、ちょっとこの辺は省きます。どうやってやるかというと、まさにこのマウスなんですけど、要はですね、これ頭の病気なので血液に打ってもダメなんですね。それで彼らはですね、その要はリザーバーといってですね、ここにこのアンチセンスオリゴが入った液体をですね、背中に入れて、頭のですね、ちょうどここあの脳室のとこにこうはまり込むように管を入れるんです、うん、すると持続的にこのアンチセンスオリゴが頭の中に入っていって、まあ、MACP2 の余計なものを壊してくれるということなんですね。で結果的にはこれあの見るとですね、ちょうど例えば簡単に言えば、まあ、これちょっと方が違いますけど、例えば2倍あったものがですね、ちょうどこれ健常人だと思ってほしいんですよ。普通のマウスだとすると、今まで2倍あったものが、まあ、こうオリゴを使うとちょうど半分ぐらいになると、うん、それで2個あったものを1個に減らそうというのが、これもそうですけども、基本的には多いわけですよね。多いものを少しでも減らしてやろうというと、実はこのマウスがかなりあの症状が回復したというのがことなんです、うん、だからあの持続的にあの注射するっていうのは、さっき言ってたそのいろんなあの、まあ、ライスゾーン病でいろんなものを元に戻したいっていう場合にあの使われることがあって、やっぱりそういう意味ではある程度いろんな形で使われてきて、 でもう一個で言うと、やっぱりまあそのどのぐらいかわからないけど、 RNAi 自体が、うん、これはベクターなしやったですね。これはベクターもそのままオリゴ入れてるんですね。そのまま入れるだけでちゃんと神経の中に入ってくれて、まあ症状もある程度改善する。そうです。で、まあもちろんこれ非常に有望なんですが、まあ、かなり問題点ということを言わなければならないんですけども、うん、先ほどのタンパクと遺伝子の関係から言って、これあのアンチセンスオリゴって入れていくと壊れてしまうんですね、うん、そうですね。だから持続的にずっとこう背中に入れていかなきゃいけない。これ非常に見やすいんですけども、ここのオレンジのところ見てほしいんですけど、オレンジがアンチセンスオリゴを入れたものです。で8週目までですね、アンチセンスオリゴを入れると、この MACP って、これは高さが MACP の量だと思ってほしいんですけど、どん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 下がっていくんですね。当然アンチセンスオリゴが入れることによって少しずつ MACP2 の量が減ったと。で非常に治療効果がある。じゃあ8週目からやめてみたんですね。ただどうなるかというと、やっぱりまた前の状態に戻ってしまう。すなわち MACP こういう問題の一番の問題は、いかに治療効果というか、いかに持続的に治療を効かせるかということが一点ということです。それからもう一つがですね、あのオフターゲットエフェクトですとか、それからあと量の問題ですね。で必ずしもこれが当てはまるかどうかわからないんですけども、今2個あったものを極力1個にしようとしてますよね。もしこれ効きすぎてゼロに近くなったら、じゃあレッドになるんじゃないかと、いやそれは器具なのかもしれない、うん、だから今後はこういうような生、まあ、あのこの論文 の, あのいいところは、やっぱりある程度の、まあ、やり方さえすればゼロにあんまりはならない。いやいや、そうです。だから、ね、あのね、ただね、別にこれがいいかどうかは別として、そのやっぱりずっと打ち続けないかんからだけど、僕本当はね、これネズミとは違って、皆さんのお子さんとかは、うん、こちら側とこちら側で拡散の配列は違うと思うんですよ、うん、実際にはやっぱり、ずっと持ってこられてるもんだから、そうですね、はい、その二重になってから、そのずっと時間が経てると、やっぱりそれぞれ違うところで突然変異を起こしてるわけですね。でそういう意味では、まあアンチセンスオリゴを設計することができるかもしれないから、もしこれを使うとするならば、はい、やっぱり患者さんは全部エクソームをやる、そうですね、遺伝子を全部調べるっていうことをやった方がええなっていうふうには思いますね。本当に西田さん今言われたように、この
MFC 重複って言った時に同じものが本当に2個あるのか、それとも若干違うとか、ちょっと違う可能性があるんですね。するとその違いを見つけてアンチ戦争理論って設計することができる、うん、つまり A というもの、もともとあるものは壊さなくて B というものだけ壊すことができるんです、うんうん、そうなるとなんぼ大量に入れたとしても A は壊れないから1は1ですよね、うん、で B は壊せるから0になる、うん、だからさっき言ったこう量を減らすっていうゼロに近くなるっていうことは避けられる、うん、だからなんでそれを僕はもっと強調するかというと、やる気になれば明日からでもできるのが大きいわけですよ。いや、ちゅうのはね、ベクターいらない、うんうん、で、RNAi をそのそ、ね、作る、それからいろんな、まあ、製薬メーカーもそうだし、それから近日の時でも、うん、RNAi を、まあ、そういう RNA をたくさん作る技術というのは、しかも患者さんに使える形で使えるものを作る技術はもう十分できている。で、あとはまあ、それからものすごく転換が強くて、日常生活は困るとか、ね、そういう場合にやっぱり次の段階として考えていく。で、例えばもっと極端な話で言うと、やっぱり転換でも、はい、どういう形でその全体で起こってるのかとか、まあ、そういうことを調べていかないかんですけども、やっぱりあるエリアがまあ中心になってるとかいうことが分かってくればね、うんうん、いろんなやり方はあるなということで僕はある意味で期待してますけどね、うん、本当にそう思う、やっぱり先ほどのこの企業がこういうふうにアンチ戦争理論とかこれはもう合成なので、要は化学製品と同じなんですよ。簡単ですよね。簡単なんですよ、うん、だからまあ iPS を言うことを言うわけじゃないですけど、うん、iPS は細胞ですから品質を担保するってものすごい、そのいかに綺麗なものを作るかっていうのは非常に大変なんですけど、これはもう正直言って作るだけですから、入って乱になったりすることはあんまりない、だからそういう意味では速攻なんていうんですかね、すぐやろう、まあどの中細胞治療とか今いろいろ遺伝子療ウイルスとかやりますけど、多分核酸医薬っていうのは非常に扱いやすくて、製薬会社も非常に扱いやすい、うん、もので、今核酸医薬っていうのはやっぱり脚光を浴びてます、うん、実際にちょっと聞きたいなと思ってたのは、はい、一番この治療やらで問題になってるのはその、細胞の中に入れるのが結構大変なんですね、だから、RNA がもうバンバンこう僕らの細胞に入ってきたら大変なん で、うん、でそれはやっぱりその細胞膜で止まってるんやけども、まあ入りやすい細胞と入りにくいのがあるんだけど、ね、うん、これ神経で入りやすい細胞の方ですか、これ多分直接入れてるので入りやすいと思う、やっぱり血液の中にと、まあ、一つは逆に入りやすいのと入りにくいの、うん、前に壊れやすいっていうのがありますよね、つまりこういうものを普通に血液に入れたらあっという間に壊れる、だからキャリアっていうのは必ず運び屋みたいなリポソームとかそういうのがあるんですけど、うん、その中にこういう遺伝子を入れないとせっかく血液入れたらすぐ壊れてしまう、うん、で最近非常にいいものがあって壊れな毒性の問題があるんですけども、要はいかに長期間血液の中とか頭の中で維持できるかっていうのが一つのまず問題点なんです、うん、ですから先生おっしゃられるようにどうやって入るかというところで、RNA とかやっぱ DNA は比較的入りやすいと思います、ただ持続時間が短いので、うん、最近は例えばレセプターをどういう感じで使ったりするものがあるので、うん、ただ今回の場合は多分この直接アンチ戦争理論をそのまま打っているので多分こういう形で常に入れていると、うん、ただこれを長期間その週1回だとか、うん、月1回となるといかに1ヶ月間その DNA とか RNA を保つかということになってくると、うん、多分その守りキャリアを作らないとこういうのはいかないかなと思いますね、まあ、だから今後は多分そういうようなその壊れにくさという問題といかに細胞に効率よく入れるかというところが、まあ、ただ科学の就職でいく話なので、うん、多分その辺は科学専門家がですね、うん、多分いろんなこうあれを作ってやっていくと思います、これは、うん、まあそうか、一応これ自身はまあ変な言い方すると明日でもやれるかもしれないという期待はあるんだけど、まあ切り札としてはもちろん遺伝子を元に戻すのが一番正しいと、ね、まあいろんな形で今その新聞やらで騒がれているようにそれ自身がだんだんと今可能になりつつあるよっていうのが、まあ最後の話になるんですかね。今は
先ほど言ったように、うん、まあ、遺伝子量にしてもこういうものにしてもどうしてもその量の問題とかどこに入るかとかよくわからないっていうのもあるんですね。で最近ご存知かもゲノムエディティングということがあって、まあ、遺伝子編集だね。遺伝子編集ですね、うん、遺伝子編集ということで実際例えばこれ遺伝子量だとですね、うん、先ほどの例だと、まあ、ここが悪い遺伝、あ、ごめんなさい、こっちですね。今の遺伝子量というのは悪いところはそのままほっといて、うん、正しい遺伝子を別に入れるというやり方をしています。で、ですからここでどこに入るか分からないし、量も多いか少ないか分からない。うん、まあ、効率も悪い、めちゃくちゃ悪いですね。で、一番理想的なのはやっぱり悪いところを直すというのが、これ、ゲノム修飾というやつなんですね。うん、ね、もっとやりやすいのはね、悪いところをなくしてしまう。で直すっていうのもね、やっぱり逆にそのある部分を全部なくしてしまうのはこのクリスパーラグなんですけども、うん、そこに違うそのいいものを入れようとすると若干やっぱりね他の遺伝子も一緒に入れないといかんので結構苦労するんですよ。だからそういう意味でやっぱりこれが切り札になった時にそのMECP 症、頭痛重複症はもうみんながもっともっと頑張って遺伝子量やってる人がクリスパー使うためにやってくれたら、うん、まず一番分かりやすい一番標的としてはやりやすい、まあ、簡単に言えば2つあるもので1つを、うん、2つを潰したらいい、潰せばいいという話になる、前の状態に戻せる、うん、でそれが今まではですね、大腸菌だとかそういうレベルだとみんなできると思ったんですけど、うん、なかなか人の細胞とかってできないと思ってたのが、うん、やっぱり最近の科学の進歩はものすごくて、このクリスパーキャスプというこういうものができてきたんですね、うん、でこれどういうことかというとですね、要は遺伝子って大体30万億とかものすごい並んでるんですけど、うん、その中でここ直そうと思ったら探すの大変なわけですよね、うん、切ることはできるかもしれないけど、そこを切ろうと思うと本当にもうどうやって探すんだというところがあるんですけど、実はこれクリスパーキャスプといってですね、酵素菌でしたから菌ですよね、細菌かなんかの、ところでそういうものが持ってて、彼らがですねこのまさにこのガイドワイヤー付きのですねハサミをなんですね、でぐわーっと探してきてここだというところにペタッとくっついてくれるんです。まあ、これもともと細菌ってバクテリアだってやっぱり寄生するいろんなものが入ってくるんですよ。でウイルスとかやっぱりね、バクテリアは自分の DNA をいろんなウイルスから守るためにウイルスを覚えておいて、実際にはウイルスの一部を持ってるんですけど、これがその一部の RNA を使ってまた新しいウイルスが入ってきたらすぐ殺すっていうのができて、それを実際には人間や、ね、まあ、他の実験にも使えるようにするんで、これはまあ僕はもういつノーベル賞あげてもいいと思うんだけども、フランスの2人の女性ですね、今1人は、UC サンフランシスコ、スタンフォードだったかな、スタンフォード、もう1人は、マックス・プランクね、とシャルパンティさんはハノーファかな、にいてる。でこの人たちが作ってきたシステムで、元の大元を見ていくとね、日本人が見つけたんですよ。ところがやっぱり日本人はちゃんとやってへんのよね。でやっぱりそのフランスの2人が、これを仕上げてくれたんですね。でやっぱり本当にみんな今期待してます。でもうたくさんの会社ができてて、でその会社もやっぱり一番最初にどれを使うかっていうことはもっと大事になってきてて、で大事になっていくっていう時にまず標的になる細胞が勝手に増えてくれるのは楽ですね。一つ正常になっておれば、だから血液からまずやるんですね、みんなね。だから例えば血液のまあ、いろんな病気やるんですけど、幹細胞の方に、クリスパーで変化させてもう一回注射したらもう完全に治ってしまう。でただ次に行くだろうと思うのは、さっき話が出てた筋ジストロフィー、それと僕はやっぱり
この、ね、まあ長期症とか、ね、こういう部分になっていくんじゃないかなと僕ら自身は思いますけどね。それから日本でやられるかどうかはかなり疑問やけど、アメリカではものすごく進むと思いますわ。本当にまあ当たり前ですね、理想的な、うん、あのおかしくなっているところを直すということなので、うん、それが非常に効率よくですね、うん、でガイドワイヤーがついてますので、そこを直したいというところ、うん、まあもちろんその前後のとか前後のところにこういう、まあ、さっき言った双方的裏表の関係のものをつけておくんですね、うん、するとこの今大体21とか22なんですけど、そことピタッとはまるところがあるとくっついて、そこのところにハサミを持ってきてくれる、うん、でそこを切って、まあこれいろいろ書いてますけど、いろんなことが起こる。ですから今までこういうような病気があったら、ここの部分を正しい遺伝子に直すこともできますし、うん、まあもしさっきの重複症であれば1個を消すこともできる、うん、だから今後は多分そういう形になって、だから遺伝病の遺伝子治療は多分今後はこれになっていくと思います。宣伝するのもなんですけどちょっと、うち、うちでもね、一回ビデオに撮ったるんですよ。で、あのもしよったらうちのホームページで、この、ASJ の YouTube 行ってもらうと、これが見えへんのですよ。もっと前のやつやから。これクリスパーっていうのを医学部の学生さんと一緒に、これなんか変なのがくるから困りますね。なんだこれ。飛ばせば変なやつを入れてるんじゃこれこれ宣伝が勝手に入るそうだ、今最近そうなんですよね、うん、でこれクリスパーエグルっていうのがありますんで、まあこれを見てもらうと、う、ね、まあ割と医学なんていうかな、高校卒業した医学部の学生さんに分かるように、あの説明したやつやから、じゃあ分かりやすい、ぜひ見てください今、子供たちにしようとしたら採血をして、はい、でそこから、そうですね、さっき西川先生言われて、免疫不全症は大体一つの遺伝子がおかしいので、うん、造血幹細胞を取ってきてクリスパーキャスプでその悪いとこを治してまた戻す。で実は治った細胞って他の細胞よく増えるんですよ。だから最初 2% ぐらいしかないとしても、時間とともにどん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 増えてくれるんで、最終的には全部の細胞が正しい細胞になって、うん、早いほどいいですよね。脳でもやっぱ僕はやっぱり早くやれば本当に治せると思いますね。であとはまさにさっきこれを今度は直接頭に打ち込む、うん、じゃあそこの例えば神経細胞のところのこれが入り込んだところが全部遺伝子が変わってくれる、うん、まあ、要は効率がいかにいいかっていうところが、うん、今のこの凄さ、昔はもう全然入らなかったんですけど、最近いろんな技術を使ってものすごい今 60% か 70% 入るっていうぐらい、つまりある一部のところの 70% の細胞が正常に戻ってしまうという、まあ全部に戻るわけじゃないんですけど、そういうことになるので、今後は直接打つっていう、さっきのインビボ遺伝子ってちょっとこっち側に書いてましたけど、直接これを打ってきてそこのところの悪い遺伝子、筋ジストロフィーもそうでしょうし、そういうふうにどんどんなっていくだろうのが遺伝病の遺伝子療なんです。これ最後なんですけど、これはどうですか。で、もちろんこれは遺伝病にとっては非常にその、有意義だし、多分5年後とかには多分こういう形での、5年以内には多分動いてくると思います。これ本当に当たり前のようにやられて、ヨーロッパとかもどんどんやられてます、ね。うん、どうもそう。で、それの一番最後の恐ろしいのはこれなんですね。つまり遺伝病を治してしまうっていう、つまり生殖細胞まで戻ってしまってクリスパーキャスプでやると悪い遺伝子を消すことができるわけです。うん、今の遺伝子療というのは決してここの生殖細胞に触っていけないので、患者さんだけ治すことは可能なんです。うん、絶対次の次世代のには触るなと言ってるんですけど、今の話をしましたらまさに遺伝病ですから、受精卵のところで治してしまったらその患者さんの生まれてく子供は全て治っちゃうんです。ですから今後この技術が生殖細胞に来た時に遺伝病がどうなるかっていうのは、まさにどっかにない倫理的な本当にコンセンサスだから、これ日本であんまりまだ話題になってないんですけど、ヨーロッパアメリカはさっき言ったクリスパースキャスプがどんどん進んできてる。で実は中国でこれ一回人の肺細胞を使ってやってる。これ多分本当にこの
近いうちにこの論議っていうのが多分出てくる可能性があるんですか？あのね、それはね、僕は思わないですね。ちょっとここで倫理議論してても仕方がないんだけど、意外とね、そのお金をものすごく使って、その明らかに診断可能な遺伝子について、その、もう一回、どうかな、その直してから産むっていう話っていうのは、うん、ほとんどケースじゃ少ないと思うね。それはなぜかというと、結局 今もう一つ問題なんて、やっぱりそれよりもっと身近な問題、産み分けっていうのがあるね。でやっぱり産み分けが可能になる。で実際に例えば4細胞器やとかいうので、その着床前診断っていうのができちゃうから、でそうするとそのどれがいいのかっていう話をやっていいのかどうかは今も議論されてて、しかしそれ自身は許されてると。でそういう状況でその、わざわざクリスパーを使ってジャームラインを直して完全に作っていくっていうのが問題になるかどうかをね、やっぱり考えないといかん。例えばクローンの時もあったんだけども、自分と同じクローンをもうものすごいお金をかけて、でやっぱり女性の、まあ、カリバラの人もいるわけですよね。でそんなこで実際 10% 以下の確率でしか出てこないから、そういうものをわざわざ作りたがる人いるやろかと。多分ですね、いや別にいいんですが、これの一番の利点っていうのは全身的に病状を出すものに効くんですよね。だから血液だけだったら血液を治せばいい、神経だけなら神経ですけど、先のミトコンドリア病みたく全身に関わるものであれば、そこだけ治しても、あとでも結局患者さんの段階になってしまったら全身の細胞を入れ替えることは不可能なんです、ね、だから産み分けの、いやいや、まあまあもちろんそれはそれでいいんですけど、一つのその遺伝子の発想として、もちろんその次世代の話をちょっと置いといて、まあこれはもう倫理的な問題になるんですけど、その全身的な症状を出すものに関して本当に治療をやろうと思ったらこの方法があるよっていうスタイルにはなっていく、あとね、もう一つ問題は、日本でもアメリカでもみんな、じゃあなんでやったらいかんのと、まあ、いう問題に対してやっぱり議論はやっぱりちゃんとできてないですね。でそれはね、なんでかっていうと、もともとその多分宗教的な理由なんかも含めてダメやっていう話が強くて、そのまあ必要ならやって何が悪い、もう本当に綺麗に治って何の変わりもないわけですよね。まさにここで実はちょっと以前学会で、今もうほとんどの人反対だったんですね。ただそれはやっぱり未熟性で何起こるか分かんないからダメだ、でも本当に完璧なものができた時にダメだっていう人はどれだけいるのっていう、いやだから結構研究者の人は、あこれだったらやってもいいんじゃないっていう考えもあるし、もちろんいや絶対そんなことはやっちゃいけないっていう先生もいるし、だからそのコンセプト、うん、いやその時にね、絶対やってはいけないっていうのはやっぱりその自然の動物に対してそのジャームラインを変えたらいかんっていう話はあるんだけども、僕はねそこはもう人間破ってると思う。それはやっぱり遺伝子組み換え食物というのを使ってて、でそれは封じ込めがあるかもしれへんけれども、やっぱりもうやってて実際に使ってるわけですよね。マウスも実際ノックアウトで見てるそれはね、それを封じ込めされてるから実際にその毎日の日常に入ってはきてないと。だから僕はやっぱりここはどっちもあるなと、僕自身は思いますね。ここはもう本当に多分皆さんのというか、これはもう医学のみならず、やっぱりほとんど問題はやっぱりお母さんで、これからのお母さんもやっぱり早く診断して、でやっぱりお子さん持っておられるわけだから、やっぱここの議論もあんまりね、そのやるよりは本当に今いる子どもたち、あるいはこれから生まれてくる子どもたちに早くどうやったら持っていけるかっていうことの議論をやっぱりもっともっとやっていってほしい。で遺伝子治療に関して、まあ今日わざわざ来ていてもらったんだけど、やっぱりこれが唯一可能性としてあるケース多いですよね。そうです、
多分細胞を置き換えるとかね、はい、iPS やとかいうことでは到底実現できない。でそれ自身がやっぱクリスパーが発見されたというか開発されたおかげで、うん、もうかなりいろんなことができるようになってきてるんで、うんうん、やっぱりそういうところ辺はもっと大きな声で言うていかれたらいいんじゃないかなという気はしますよね。声を上げていけばここにたどり着いてこう治療を、アメリカなんかそうですね。だから、うん、もう僕ねこれいつも言うんだけどね、うん、日本はねそういうルートが弱いです、うん、だからね、まあ、はっきり言うと、まあ、アメリカに任すという手はあるんですよ。それはなぜかというとね、例えば僕らも一生懸命インタラクションしている1型糖尿病財団、日本は1型糖尿病財団っていうのがあるんですけども、同じJDRF っていうのはアメリカがあるとなんと年間200億円集めてるんです。200億円で研究者を買えばいいんですよ。そうでね、それを一回は神戸でその JDRF の研究部長の人と、うん、それから1型糖尿病の、まあ、井上さんっていう会長さんと神戸でこう対談をやってもらったら、うん、やっぱり日本の、うん、井上さんたちもどうしてアメリカでできるんやっていう話になるんですね。だから今日はまあそういう話もまずぜひやっていきたいとは思ってるんですけど、やっぱりなんていうかな、いろんな形でやれる、あんまり言うていいのかどうかも問題なかもしれないけど、例えばお金の集め方でもね、一型糖尿病財団はその岩永さんっていう、会長補佐する方がおられて、でその方は佐賀県の、まあ、県庁の偉いさんなんですね。でそうすると佐賀県のふるさと納税を使う、で例えば、佐賀県のふるさと納税の中に1型糖尿病のセクションがあって、うん、で、佐賀県に送るんだけども、1型って書いておけばそこに使っていただく。でそれ大事なことはなんと、皆さんが1万円払うと4000円バックしてくる。やっぱりそういうようなことが全部あるし、まあ、佐賀県でひょっとしたらなんか佐賀牛ぐらい売れるかもしれない。いやそれは違うんですよ、言わないと聞いてみないと分からんけど、やっぱりそういうようなことができるようになっていくっていうことが大事だと僕は思いますね。実は遺伝子治療はですね、ヨーロッパではまあご存知テレソンっていうのがテレビマラソン、まあ、24時間だったんですけど、うん、そうですね、あれでフランスは大体200億年間集めます。それからイタリアでも100億集めます。で、まあ、西川先生が言ってその一番の問題がですね、減税なんですね。で日本はですね実は個人しかダメなんです。ヨーロッパはですね6割減税かかるんです。だから実は日本のメーカーもフランスのテレソンに寄付してます。それはフランスの遺伝子治療を発展させるとかゲノム医療をやるとかっていうことでやってます。だから実は僕らも毎年年1回遺伝病遺伝子治療フォーラムってやってるんですけど、今先生言われるように大体そういうところ患者のトップの方っていうのは大体引退した銀行員だとかものすごいマネジメント力があってやっぱり有名な人を引っ張ってきてこうキャンペーンやってお金をどんどん集める。それでまさに先生言われたように、ん、それで研究資金を出すんです、うん、すると患者団体が望む研究が進むんです。そうですね、でそのフィードバックが必ず患者団体に戻ってくる、うん、非常にですね、まあ、日本は非常に僕否定してるんじゃないんですけど非常に研究費の出し方も非常によくやってくれてると思うんですけど、やっぱりヨーロッパアメリカってそんなに研究費って取れないところが多いんですよ、うん、その場合は特にこういうレアディースの場合っていうのは患者団体が上手に使って患者団体が主体となってさっき言ったテレソンとかでいろいろこうもう言っていただけると非常に面白いんですけど、患者の方々がもういつ行ってもちゃんとこうガイドさんがいて説明してくれ、こうやってるよこれで月に年に1回だけテレビ、まあまさに24時間ああいう患者じゃなくて実はこういうことによってこういう治療ができてこういうふうに治りましたっていうのを出すんです。で当然免税がありますので寄付があってそれでまた売る、うん、まあそれは結構ね多分これから皆さんがその作られていかれるのが
その寄付税制の対象になるのはそのどっかのなんていうかな、その寄付税制の優遇を受けれるところに入れていただくといいけど ね、うん、そうじゃなかったら結構大変です、うん、で、もう何年もかかるし、でただはっきりしてるのは日本は個人の寄付税制は悪くない、うん、でこれはあの実際僕らもね、実際その中の運動に関わったから、あのちょうど2000年ぐらいですよね、うん、でやっぱりあの一番最初はもう1割かには1割ぐらいしかもう控除を受けられなかったが、今4割控除まで来てますから、だからそういう意味ではもうなんとか頑張って使う、うん、だから今あのまあ今日の話をやってもらってもやっぱその一つの目的が見えれば、でそこをサポートするということで、まあ、あのどう言いますかね、方針が立つ可能性があるんですね。で僕いつもあの、まあ、僕らはあの逆に国のお金をずっともらってきた立場で言うと、その国の場合は一つの病気だけに集中するいうことはまずできないですね、うん、でそういう場合にはやっぱりその、患者さんの力が大事で、でなんかこう国と患者さんの団体がまたもっと別に、例えば患者さん団体が5000万円集めたら国も5000万円くれるとかね、そういうマッチングやってみるとか、まあ、そういうようなことを、うん、あの実際やってるとかあるんですよ。だからそういうことができるようになるいうのは大事なことで、まあ、僕らあの皆さんが一つでもできるようにいくらでもあの協力はさせてもらえるけどね。だからあの遺伝子治療で質問ないですかね、うん、この、まあ、難しいかもしれない。デザイナーベイビーズの話なんですけど、あの、まあ、メックピー2の話で言えば、うん、はい、あの母親がキャリアで、あ、マイク、あ、すいません、メックピー2重複症候群の話で言えば、うん、母親がキャリアであるっていう可能性が高いんですけれども、うん、ね、うん、ま、母親がまず何にも問題、生きている中で何にも問題がなかったら、うん、まず遺伝子の検査をしてることがないと思うんです。そうですね、うん、なのでもしこういうことを行うっていうふうになった場合には、やっぱり一人目は産んで、で、あ、じゃあやっぱりそうだったんだって分かって、うん、二人目を考えた時に、うん、母親にその売ってっていうことですよね。一つは、まあ、今後 の、 あのこれはゲノ本当の意味でのゲノム医療で、うん、まあ、次世代シーケンスが始まった時にもしかしたら生まれた時全員自分のゲノムが調べられる可能性はある、うん、あの本当に今わずかの血液で人間のホールゲノムが調べれますから、うん、まあ、一種の変なしファイルかなんかでもらっとけば、うん、そのお母さんがたとえ症状を出さなくてもキャリアだとか将来的になんとか、まあ、いいか悪いか別ですよ。そういうことになってくると、まあ可能性からっていうことにはなってくる。だから今後これ治療の分野ですけど、一方でものすごい診断の分野進んでますんで、ゲノム医療ということで、だそれとこれが合わさった時にどういうふうに展開していくかっていうのは分からない、うん、僕はね、僕はやっぱりさっき言ってたその遺伝子差別法をちゃんと日本が整備して、で全員が自分のお金でもいいから、うん、エクソームなり、それからちゃん、まあ、今ある、ね、DNA アレイでは、ね、まだまだ中途半端ですね、うん、だからやっぱり、うん、あのこういう遺伝病のことを考えるんであればエクソームでいいと思うけども、まあ、大体いろんなところから聞くと今エクソームの、お金っていうのは5万を切ってますから、だからそこを例えば、これからお母さんになっていくような人、だから僕らの年にねやるのも自分の、お金でええですよ。だからもう子供なんかできようもないぐらいも枯れとるわけやから、だけどもそうではないこれからのお母さんたちはやっぱり国が半分補助する。例えば今面白いなと思うのはその DNA のマイコードを神奈川県で、あ、横浜市か、神奈川県とか東京都がサポートして半額にしてますよね。だからそういうものをやっぱりもっと
あの育成の問題として、うん、ちゃんとやっていってもらえる。アメリカでは結婚前にお互いに DNA を。あ、そうですね。うん、いや、だからね、それで、ね、差別したらいい。いやいや、だから。だからね、やっぱりその、なんか、その、ちゅうな、あの、遺伝って、なんていうかな、今日、ついこの前、姉ちゃん出たんだけども、うん、8つ遺伝子、8つでそう、うん、ABCD とこう行ったら、必ずどっか人とは違う、うん、いうのがもう当たり前なんで、うん、でそれがたまたまそのタンパク質が変わったりとか、うん、いろんなことが起こるっていうことだけの話である、うんうん、だから僕いつも言うんですけどね、ポリダクティリって、多子症っていうのはね、うん、多子症って見たらもうどないしようかって言ってみんな昔は思ったんだけど、うん、でまあもちろん今手術できるからいいんですけど、やっぱアミノさん1個ですよね。そうですね、本当30億のうちの1個変わるだけでそのぐらいのことが起こるいうふうに思えば、やっぱりみんなが、うん、ちょっと待ってストップ、なんていうかな、それを理解した上で早期診断ができるようにするっていうのが僕は大事だと思うんだね。え、なんで質問、2つの見えない、ああごめんなさい、正常遺伝子を戻すと周りの遺伝子も正常化してくる、そうではないですね、ごめんなさい、周りの遺伝子じゃなくて、間違った遺伝子のところをそっくりカセットのように変えられるということですね、うん、カセットに完全に変えるということです、ね、周りの遺伝子は全く影響を受けないです、うん、先ほどの話は正常な細胞と異常な細胞があったときに、正常な細胞が時間とともにどんどん増えていって、周りの少ない悪い細胞がどんどん減っていくということで、周りの細胞はそのまま悪い細胞、悪いというか変異を持ったままだということで、それはないですね。ただね、やっぱりクリスパーっていうのも今言ったら30億が標的やから、うんうん、そのじゃあ周りに切れ目を入れないかっていうのはいつも心配なんです、うん、だからiPS の時にあったように、もう本当に絶対切れ目を入れてないということを調査するのは難しいいうふうに思われたらいいと思うんですね。 あと一つですか、うん、どうぞ。そのクリスパーの技術を使って、例えばミックピッツだったら重複している部分を切り取り、切らんでも壊す、壊す一部だけ壊した場合に、メイクP2の症状を発症してた場合に出てないかもしれない、また何か異常がある可能性もありますか。だから2倍に慣れてしまっているっていうことですかね。でそしたらそこを壊して、そこは正常になったけれども、うん、今度は違うところでまた出てきてしまうっていう可能性はありますか。それはね、やっぱりどうかな、やっぱりこういう治療法っていうのは必ずプレクリニカル段階があって、それから実際人間でやる段階がないとダメですね、うんうん、でまずプレクリニックっていう、前臨床に関して言うとマウスのモデルがある、それからもう一つはやっぱり猿のモデルができたというのは大きいですね、うん、で特に どう言いますかね、その人間に近いシースか小児で、その中枢神経系が標的になるっていうことから言うと猿は大きいと僕は思いますね。でただどういうかな、猿もはっきり言うとクリスパーやらができたおかげでどんどんこういうモデルができるようになったんですよ。だからその動物をもっともっと使ってもらえる。そうですね、うん、本当に哺乳類って 非霊、非人霊長、うん、人以外の霊長類はやっぱり、うん、ただね、僕自身がその論文を見てて思うのは、そのわざわざやっぱり MECP2 の腸腹症ってそんな多い病気ではないのに、わざわざそのトップの研究者がこれほどたくさん猿のモデルまで作ってくるかっていうのを考えると、これはやっぱりこう治療標的として彼らのどう言いますかね、
こう気持ちを刺激する、まあインセンティブをものすごく高めるものが感じられるんやろうと思うね。で実際他の病気、例えば今リウマチ考えてもネイチャーとセルにこんだけ1年2年で出てくるのでないですよね。だからそういう意味ではやっぱりあの研究者のその研究者魂いうものを刺激してるんですよ。でそういう場合は結構チャンスあるよね。で小野寺先生がやってられるその免疫不全も同じですよね。研究者魂を一生懸命あのこれやれるぞっていう気分にさせたから、そのたくさんの人が遺伝子治療やとか、それからベクターの開発に携わったんですね。で難しい病気はどうしても後回しになっちゃいますよね。あのただやっぱり誰かがこう概念をまず提示するっていうのが重要で、うん、あの非常に難しい病気でもレアな病気でもまれな病気でもいいんですけど、こういう概念だと治療ができるということが分かると、うん、それは広がっていくわけですよね。だからあのやっぱり概念ってすごく重要で、うん、あのこういうふうにしたらこうなって、こうだからこう治るんだっていう一定の概念のもとにやって本当に治ると、うん、ああじゃあこれはこういうふうに考えればできるんだろうっていうのが実は今の遺伝子治療で、うん、最初あの非常に少ない免疫不全症から始まったのが今これだけ広がったっていうのは、そこでしっかりした概念のもとに治療をやって本当に患者さんが治った、じゃあ応用編だねっていう話が今なんですよね。だからこれもさっき安治先生オリもこれもそうですけど、多分最初にしっかりした概念のもとにしっかりしたあのデータを出していくと、多分その後は比較的道が広がるんで、そんなにまあ面倒くさくないことはないでしょうけど、僕は進んでいくと思う。だから最初にしっかりした概念を持ってやるっていうのが多分あの一番重要な点になってくると思います、うん、最初は 大変なんですけど、でも なんとなくうまくいったいかないではなくて、やっぱりこういうふうな、まあサイエンスですからやっぱり理論ですよ ね、 そうですね。理論のもとに自分なりの頭で考えるとか、うん、もちろんいろんな知識 で最終的にそれが治療に結びつけば、うん、やっぱりその概念から次の概念が広がっていくのかなと僕は今思って、これ始まる前にちょっとお話があって、ええ、そのもう10歳過ぎてます、うん、でその遺伝子重複しているところを壊します、うん、転換持ってません、でもあの知的はちょっとっていうのは、うん、遅れますよね、ええ、あの完全にその壊したからって、うん、その健常時に近くに戻るそのっていう治療場ではいかない、うん、あのね、ですから、これこの、うん、このケースでいうとやっぱりその一番標的もう成立している子どもさんたちに対してはやっぱり、うん、転換であるとかディスキネジーとか、うん、そういうようなものが対象になっていくでしょうね。で、どう言いますかね、やっぱ発達ってね、ものすごく難しい問題があって、例えば言葉を考えると、そのどうかな、動物に例えば育てられた子供ってやっぱり後からいくら言葉を教えてもダメなんですね。あの狼少年みたいなやつで言うと、でところがやっぱりその社会で育ってきても全くお父さんもお母さんも理解してもらえない、多分老化の子供とかいるんですけども、うん、まあ、そういうまあ、それこそストリートチルドレンで老化の人たちを集めて、うん、ニカラガの施設でじっと待っていると、うん、彼らは今度は言語を作るんですよ、うん、だからやっぱり能力と、うん、それからその年取ってからですね、うん、それから能力と、うん、それから発達っていう、うん、この2つが常にあって、うん、で多分もう僕は、まあ、酷なようだけども、その今まで来た発達っていうのは、うん、もうやっぱりこう元に戻りにくいだろう、うんうん、だからやっぱり症状を取っていくのと、それからやっぱり、うん、これ病気っていうのはこれ難しいのは、患者さん団体を一生懸命やるときに一番の問題は、自分のあるいは自分の子どもの病気から病気全般にね、うん、その意識が映らないと、うん、
やっぱり本気で患者さんの団体のことでやれないですわ、ね、っていうのはやっぱり私のした苦労をやっぱり他の人はしないようにするとか、うん、そういう発想が生まれてきてみんな出てきてますよね。だから、うん、あのまあどちらがしんどいかっていうのは難しいですけど、1型糖尿病 の, あのお母さんでもそれは血遅れはないけれども、うん、本当に明日死ぬんちゃうか、もうインシュリン打った時に急に下がったりとか も,、うん、もう大変みたいですよね、うんうん、でそれでも例えばその200億円集めてる JDRP っていうのは一番最初7人のお母さんが、うん一生懸命やって、だからいつも JDRF のその研究のミーティングにはその、そのお母さんが必ず、会長補佐かなんかにおるんですね。やっぱりそういう構造になってて、うん、どういうことですかね、やっぱり患者さんたちがこうしてほしいっていうのを研究の方に回せるようにするんで、やっぱり日本もそうなっていってほしいですね。特に小児なんかはそう思うでしょう。いや、本当そう。まあ、まさにその知能、うん、あとやっぱり痙攣とかそういう低酸素の状態やると、うん、やっぱりいろんなところにやっぱ障害が起こりますよね、うん、不可逆な障害になるんで、うん、だからやっぱりさっきから言ってますけど、新しい治療の裏には必ず早期診断、早期治療、要は発症前治療、診断っていうのは必ずセットなんですね、子どもの場合っていうのは、うん、大人の場合は比較的発症してからでももちろん構わないんですけど、この場合はいかに発症する前に診断するかということで、まあ、一つはそのさっき言った新生児スクリーニングというのは非常に多くの疾患に対してですね、うん、やれるようになってきています。で新生児スクリーニングはもうどこでもやってる、本当に露出血をちょっと取るだけで、うん、まあ、さっき言ったゲノムの問題もあるし、うん、酵素の問題もあるし、まあ、免疫不全症もとにかくその露出血からすぐ発症する前から見つけることができるんですね、うん、で今までは発症して非常に重い感染症を起こしてから移植だとか遺伝子療だったのが、うん、発症する前にも分かってますから、患者さんをもう病院の中に個室に入れて、で本当に調子よくなって体重が増えてもう全然感染症内科で移植を、やると非常に治療成績、ヨーロッパアメリカでも進んでるんですね、うん、だ今後はもちろん先進医療という考え方は絶対あるんですけど、それの、うん、反対側としていかに早期診断する、うん、子どもの場合は特にそうなんですけど、いやそうだと僕思うんだけど、うん、やっぱり小児に対して、その日本の厚生労働省は冷たいんちゃう、はい、いや はっきりと言って、そうです、そのまあもちろん他の政治もそうかもしれない、年寄りの優遇して癌とかね、だけどやっぱりアメリカの例えばエクソームを子供さんやらにはみんなやるとか、うん、ああいう動きやら見てるとまあ、子供手当も少ないし、うん、でまあ、これからの議論やけどやっぱり難病やらの問題に対して の, その動きも遅い、うんうん、やっぱりそういう問題を何とかしないとあかんなっていう感じしますね、まあ、もちろん予防接種とかしっかり自治体で無料にしてますので、うん、ああそうそう全くないっていうわけではない、うん、そこは公開するともう大変なことになりますので、厚生労働省監査はしっかりやってるので間違いなくそこはやってるんです、まあ一応遺伝子治療の方で一般の質問もありました、特にないですか、ですね、ですからこれからあとちょっと、まあ、30分ぐらい今言ったようなちょっと一般的な話をしたいと思うんですけども、どこやったかな、実際に、今、まあこれまあ、僕がこれまとめたんですけども、今日集まってもらってる、まあ、できたら患者さんの家族会を作りたいと思っておられる方たちがやっぱりみんなで話し合われて、で、患者さんの症状やとかですね、それからどういうふうに診断されたか、うん、それからどこで確定診断が行われたかっていうまとまったものを書いておられるんですけども、それを見せてもらってですね、僕自身本当に感心したんですが、
あのお医者さん の, あの教科書にそのまま載せたら、あの十分あの、あなるほどこういうふうに診断したらいいのかっていうことが、あのこの病気についてよく分かるように書かれている。それからあのもう一つ、まあ、救われるっていうか、そのいろんな施設でちゃんとあの適切な確定診断が行われるように、うんまあ、なってる。だからやっぱりそこをあのもう少しあの強くしていけば、あの診断の部分に関しては、あのまあ、日本も安心できるかなと思いますね。で実際にこれ7人の患者さんの病歴をずっとお母さんたちがまとめられたやつので見て、僕が感じたのはですね、やっぱり一つはあのちゃんと確定診断ができるようになってると、うん、でやっぱりあの診断を、まあ、症状を見てあの MECP2 に思い至る、まあ、時間はかかってるんですけど皆さんあのところまで、まあ、十分来ているので、やっぱりお医者さんの知識をなんとか上げていく。だからあの医学部でなかなか2005年に見つかったもので教えないですけども、やっぱり先生がレッド症候群を教えるとき、レッドは教えますからね、うん、レッド症候群を教えるときには MCP2 症あの重複症もちゃんと教えるというようなあのことをやっぱりしていくいうことが大事かなと思ったですね。それからあの割と典型的な症状が多いですね、うん、ですからあの確かに先ほど便秘で、片一方はどうもないけど片一方はあるっていうようなことは確かにあるんですけども、でもまあ大体、その筋肉が弱いところから始まってとかですね、それからまあ多くの人は便秘がある、それからやっぱり問題、まあ、感染症があったり、それから、まあ、6割以上ですね、転換、難治性の転換があるとか、そういうような部分で、しかし、まあ、転換は遅いですから、やっぱりそれより前の部分でも、やっぱりなんとおかしいぞとお母さんも感じられてて、いう意味では、あの思い至れば、早期診断可能だと。で今小野寺先生に話してもらったように、早期診断ってこれからものすごく大事だと思うんですね。で特に遺伝子治療が可能になるときに、あのなぜ早期診断が大事かっていうと、脳も筋肉も、血液と同じようにちゃんと幹細胞あの置き換わるんですね。僕らでも置き換わるてるっていう話があってですね、まあまあ僕になってもあかんけど、あの、まあ20歳30ぐらいだとまだ置き換わるんですね、うん、で若い人はやっぱりあの置き換わります。ですからね、うつ病の治療に細胞を増殖させて治すっていう治療が今行われようとしてるぐらいなんですね。ですからやっぱり若い時に診断できれば、先ほどその小野寺先生が言ったように、まあ半分その遺伝子が治ったとしても、その元気な細胞が置き換わっていってくれる可能性があるので、まあ早期診断をともかくやっぱ確立していくっていうことが大事かなと思いましたですね。であの症例を見あの症状皆さんが書き留められた症状を見てですね、やっぱり一番やっぱり、まあ、あの留意しないといかんで、やっぱりお医者さんの方も、あそう、あなんか典型的ですねって言うんじゃなくて、やっぱり真面目にこれから研究していかないかんのが、やっぱりあの転換で、あの今の薬剤はもうダメですね。今ある薬剤、いわゆる転換に使われる、あのバルビタロ系とか、そのもう全部うまくいってないっていう話ですね。でここはあの今日も紹介しておいたんですけども、やっぱりどういうことが起こってるのかっていうことを、やっぱりあのちゃんとあの科学者が研究してくれて、いいお薬を、あ違うメカニズムの薬を開発してほしいですね。それから意外と忘れられてるのが、やっぱりもう本当に感染症が多いですから、やっぱりこれは何とかしないと、あの免疫不全が併発してる。であの先ほどこれ始まる前にどのぐらい免疫系に関して研究されてるかと、意外とまだあんまりやられてないですね。ただこれ自身は
研究しやすい細胞ですよね。腸腸のあって取ってきて、だからまあそういう意味ではその、まあやってみてもいいなと思うような人たちが増えてほしいなと僕思いますね。で最後に意外とこう忘れられてるんですけども、んで便秘っていうと割と簡単に治るんじゃないかなというふうに思われるんだけど、やっぱりそうでない、で一番例えば難しい便秘がですね、痛みの患者さんにモルフィネ使うんですね。でモルフィネを使うとその起こってくる神経性の便秘っていうのはもう本当にどうしようもないです。で今じゃあどういうふうなお薬でやってるかっていうと、幸い塩野義製薬がですね、それに対して刺激する、でそれも頭にはお薬がいかなくて、体は流れてる血液脳関門を通らないそのリセプタ、モルフィンリセプター刺激剤を作ったんですね。でそうすると痛みは頭で感じますから、どうもなくて、で、刺激の方は、要するにモルフィネの抑制のモルフィネが抑制している部分を上げるということができるので、こういうものが出てきてやっぱり治験やっていくとかですね、それから他にもいろんな可能性あると思うんですけど、神経系とか、それからもう一つは、ペースメーカーっていうのは、この2つの研究をちゃんとやってもらえるいうことが大事かなと思いますね。僕は現役やったらやりたいですけどねはっきり言ってね、そういうことを感じますね。ですからこういうお母さんたちのまとめられたものをどう言いますかね、その基盤にしてですね、僕がふっと感じた今後の活動の一つの方向性で言うと、まずこれ難病指定してもらいたい。でどうかな、今日も書いておいたんですけど、やっぱり同じ遺伝子の病気でレッド症候群は難病になってるんですね。で一方 MECP2 チョーク症の場合は難病指定にまだなってない。それはなぜかというと2005年に発見されたからなんです。で日本でもそんなにたくさんの人が、レッドをやっていて MECP2 を、やっている人っていうのはそんなにいなかったんですね。でしかしね、僕はやっぱり、研究をやってた人間としてね思うのは、今日も書いておきましたけど、やっぱりレッド症候群の人は MECP2 のことを一番よく知ってるわけですから、それを研究してる人たちが2005年の論文を読んで、やっぱり一つのグループとして難病してしましょうということを提案できる、やっぱお医者さんやらが増えてほしいと思いますね。だから多分免疫不全なんかでもね、いろんなタイプがあって、一番最初小野寺先生がやっていた免疫不全もあるけれども、例えば本当のスキッドでコモンガンマで遺伝子が分かっていくと、今まで免疫不全って言われたものがいろんなタイプに分かれていると。で免疫不全に関しては別にコモンガンマだけを対象にしてるわけないですよね、難病としては。でそうするとその一つのグループの中にいろんな遺伝子、違う遺伝子すら入ってるという話から言うとですね、僕実際この前に厚生労働省の名前言うたらあかんって言うんで、知り合いに聞いたんです。でそうするとやっぱりいろいろ調べてくれたんだけども、そのすぐにレッド症候群の中に MECP2 重複症を押し込むのは難しいやろと、でそうすると誰かその先生を中心になって一からその難病指定を働きかける。で今は比較的通りやすくなってきてるんで、もう300ありますからね。だからそういう意味では
通るんじゃないですかねという話なんで、まあレッドの方でやってくれるかどうかっていうのは、今もレッドがなくなりましたからね、そのレッド症候群の難病犯っていうのはないんですよ、僕が調べた限りは。で、新しい難病指定になってからかなり組織がしたですよね。で、一個一個の病気で必ず難病犯があったのが、大きな枠組みになっちゃったんで、まあこれに関してはどうかな、やっぱ一からやり直していってみる。で、そのためにはね、やっぱりいい先生一人、誰かこれのどう言いますかね、中心になってくださるっていう先生をまず探すところから始めたらいいかなという感じしますけどね。まあこれをまずやるというのが大事でしょうね。まあ一番大事なのはやっぱり難病指定で、であとその情報サイトは僕らも手伝いますから、この2つをやっていくっていうことでしょうね。よくやるというわけ、今先生言われる、最近はもうなかなか細かな判定はなくなって、で一番の活動はやっぱりこれを見られてる主治医が全国調査をするっていうのが最初なんですね。まあもちろん今難病犯の申請がありますので、あそこで、まあ、レッド関連でもいいですし、MACP 重複でもいいんですけど、まあこの MACP に関連するということで、やっぱりなかなか主治医とかでないと無理なんですよね。これ実際には主治医で診断された先生が、先生がされた先生がやっぱり班を作って、もちろんそれで厚労省の、まあ、よく難病のしてね、今延命になってますけど、いただいて、まあ、まずは最初全国調査と、それから、まあ、まさにこうやってやっていただいてるからかなり情報はありますんでね、それで情報、さっき言ったように診断基準と、まあ、治療法はなかなか難しいでしょうけど、そうですね、そういうものを報告するだけで比較的、まあ、今かなり難病 の, あれが承認が増えてきてますので、だから今おっしゃったようにね、これなんで難病指定のための活動がいいかっていうと、そのお母さんや、まあ、ご両親 の,、連携としては全国調査とかさ要求されるんですね。でその時に先生だけでやろうとすると結構大変なところがあって、でお母さんたちが手伝っていただけると、まあ全国的にスムースにやれるいう部分があるので、まあ時間かかってもこうみんなの連携を取っていったりとかですね、やっぱりそういう意味でのどうですかね、取り組みとしてはいいですよね。はい、とにかくまずは全国調査で必ず数がどのぐらいいるんだとか、どのぐらい頻度はどうだっていうことを必ず聞かれるんで、最初にやるのはまあアンケート調査、まあ、これだけ情報があるんだので、かなりの部分進んでるんですけど、まあ、あとはもしやられたらその神経関連のところにはがきを送ったりアンケート調査を送って、そういう症状の方はいらっしゃいませんかって、まあ、そっからなんですよね。まあこれ例えばどう思いますかね、その意外とね、僕自身は多い病気だと思うんですよ。で要するに診断してないだけの話で、レッドなんかと比べてははるかに多いだろうというふうに思いますね。あと今先生言われるように、多分まだ診断されてない患者をじゃあどこで誰が診断するかという話になるんで、もちろんアンケート調査やった時にやっぱりそういう意味で専門家なんですよね。そうですね。だからもし疑わしい症例があれば検体を送ってください、こちらで解析しますことになるとかなりのものが、だから単にアンケート調査情報だけ、そこは もちろん患者さん の,、ご家族のご協力で必要なんですけど、プラス医療側として診断システムを確立するっていうのがあって、もし疑わしい症例ればうちに送ってくだされば診断します、まあもちろん外れるのは多いんですけど、もちろんその中で確認して、ただねこれはね、僕もさっき言ったように割と典型的だし、それから例えばミトコンドリア病みたいにこう複雑性がない、でやっぱり最後の確定診断が比較的多いいうことで、そのやっぱり疑った時に遺伝子を調べさせてもらえるかどうか、それからやっぱりそれだけのどうですかね、その財政的な
あの余裕がその全国のあれではあるかどうかですね。あの今一点あのこれ厚生労働省のアイラド P っていうのが実はあって、うん、あるんで、うん、あるんですよ。あそれはもう別にあの この話だけじゃなくて遺伝子の診断ついてない、まあ、いわゆるエクソム解析をやるということで、うんうん、最近2年前だったかな、アイラド P のペザテリックの P で、最近アイラド A っていうのがあって、うん、今あの慶応とか生育もやってる、うん、ですからあのもちろんこういう先ほどの診断のところであのコンレート関連だとかでやるっていうのも一つだし、極力そういう症例はアイラド P にかけていただければ、うん、あのエクソムやりますんで、うん、で診断あの未診断なものを3割ぐらいは見つかってるっていう話ですから、うん、いやそれはすごいですよね、うん、今は本当に見つかってますからね、アイラドっていうのがありますんで、うん、それをちょっと調べて、まあ、そういうのを利用するとあの多分班員の先生方もそんなに負担かくなく、うんうん、アイラドにかけてくれればデータが出てくるっていうことになるので、うん、そこは利用されてもいいかと思いますよね、うん、どのぐらいのキャパシティあるんですか？いや、ものすごいですよ。あのもう全国に多分そういう拠点が3つか何個かあって、うん、あのやっぱりこれはあの各か地方病院で診断つかない患者っていっぱいいますよね、あの神経以外で、うん、そういうあの特にあの本当に遺伝病、危険みたいなのもあるんで、うん、そういうのをとにかく分かんないでもいいから出せと、うん、でそこであの、まあ、一応ゲートキーパーみたいのがあって、うんまあ、これはこうだろうっていうことはやるんですけど、うん、ある程度やっぱりこれは疑わしいというか遺伝病だと思った時はもうかけますんで、うん、今かなりの数やってるんですよ。でもそれは自分のところでシークエンスするんですか？あの害虫じゃなくてあの、生育だとか慶応に要は次世代が3代ぐらい並んでる、そこにボンボンかけていくっていう感じになるので、あの拠点にあの解析するところは慶応とか生育なんですけど、うん、全国にいろんな北海道とか九州のところにその集めるデータを集める施設を、うん置いとって、例えば北海道なら例えば北大なら北大が各所から集めてそれをこっちに送るとか、うん、アイラドってそういうまあシステムがかなりできてきて、うんまあ、最終的にはあの要はゲノムとあのフェノタイプをこう1対1にコジュレーションして、うんまあ、こういう症状ならこういうものを考えましょうっていうライブラリーを作ろうっていうのが考え方なんですけど、ただねこれはもう全く個人的意見だけど、ねそれがやっぱりあの臨床を遅くしてると思う。それはなぜかというとね、なぜかというと今もアメリカでもね、例えば MD アンダーソンって大きい病院あるんですけども、うん、アメリカでそれこそシークエンサーたくさんある病院が、うん、もうわざわざ論文書くときには外注してるんですね。でそれはなんでかというと DNA のシークエンスっていうのは要するに検査に外注するもので決して自分のところでやるもんではないということにもうみんな思ってる時に、日本ではやっぱりまあどうしてもシークエンサー持って苦労しちゃうんですよ。あの実はちょっと話ずれます。要はあの俗に言うクリニカルシークエンスっていう考え方があって、あのまあご存知のように今あのクリア基準ですよね。クリアとか結構あのホームページじゃなかったね、ウェブ見るといっぱい出てますよね、うん、でアメリカでは実はあのクリア基準って JCM 基準があって、もうかなり企業化されてるので、うん、じゃあその判断基準とか何かって、その要は検査のデータの安全性担保ですよね。そこをしっかりしないと、これ下手に間違うと大変なことになるということがあるんで、ただ日本の場合そこまで今言ってない、研究レベルでやってるので、もし間違ったとしてもあまり大きなもの、さっき言ったあのインシデンタルファインディングという考え方があるんですけど、お金を世辞悪いその今やっぱり外注なんですよ。で外注の時はそういうもし何か起こった時の対応までしっかり考えとかないと、今遺伝子診断ってなかなかできないんですね。ただ研究だともちろんお金患者さんから取るわけで、あの例えば北大かなんか今50万ぐらい取るのかな、で全部調べる、その代わりもうゲノムの要はバリデーションっていうんですけど、品質はしっかりしてるし、もし何かあった時にはこういう対応しますって言ってきて、それは高いわ。いやただそれぐらい先生あのやっぱり信頼性を持って言わないと、もし間違ってますよ。いや分かる分かる。だからそれをねやっぱ検査にしようと思ったら、うん、だから今僕が知ってるところで例えばコンプリートジェノミクスとかそういうところはクリア基準っていうのがあって、うん、で実際にエクソームの場合は300回読み直す、うん、300カバレージという300回読んで、でそれが大体そのもちろんインフォマティクスで出てくるんだけども、でやっぱりあのマニュアルっていうか手で一生懸命やってるとね、もうたくさんの人はできないから、
やっぱりなんかそこテクニカルなところは比較的安いんですよ、うん、問題はその周りで、そうですよ、その倫理の問題とか、例えばそのデータをどうやって返すかとか、個人情報の問題で、ね、実はこういうスタッフがいないとできないんです、うん、だから50万かかっちゃうんですね、うん、だから臨床検査でただやってやりますよって言ったら多分先生言われる3万とか言うんですけど、うん、ただそれをさっき言ったように確実に患者さんに戻る個人情報を守るとなると、本当に外部のスタッフがいないとできなくなるんで、それを組み合わせるとやっぱり50万ぐらいになっちゃうんですよ。本末転倒だと僕は思われてるじゃあ先にやらないかんということで、やっぱりどんだけやってるか、そうなんですけどね、まあまあそれだから一応こういう方針で考えられてるといいかなというのは、まあこれはもう僕らの考え方で、実際には皆さんで話し合われてですね、なんかまた言うてくれはったらいいと思うけど、次もしワンステップ行かれるとすると、今おっしゃったようにこれを臨床されてて、でしかも研究としても興味持ってられるような先生と、まあ連携を始めていく、どうぞ。実際に小児神経の学会では、国立精神の方から、うん、結構何回か症例の発表はされているんですね、うん、でうちの子の主治医も、まあ、今は違うんですけど、前主治医だった先生も、うん、まあ、それに携わっているんですけれども、うん、でもそこからは特に何も患者会もないですとか、うん、特にこう何もないので、先生、お医者さん側から言うと、そういう小児神経の学会で発表するぐらいの内容でも、うん、特にそこで終わってしまうものなんですね。興味というか、なんというか、うん、そこから何かつなげていこうっていうことで学会で発表するものではないんですかね。もちろん多分非常に珍しい病気で、当然啓発するという意味、つまり知らせみんなにこういう病気ありますよということは非常にそこは重要だと思うんですよね。でこの患者会とかこちらに行くとなると、かなりやっぱりご家族と医者の関係になっちゃいます。だからまあよほど興味が基本的に難病してっていうのは研究とは関係ない話ですよね。だからあえて別にまあちょっと語弊が言い方あるかもしれないですけど、難病してしなくても研究はできるわけですから、あえて医者がそこまでと思う。ただそこでやっぱりご家族との関係で、いや先生やっぱり難病にしてもらうと私たちもだいぶ違うんですとかね、当然とか重心だとかいろいろ関わってきますよね。そうなると例えば手当の問題だとか、それはもうやっぱりあとはそれを受け取る主治医との考え方で、僕らは免疫では別にうちらがいいとか悪いとかっていう話じゃないですけど、やっぱりかなり患者会っていう方もいらして、やっぱり僕ら定期的にそういうのを作って患者さんのコンサルテーションしたり、やっぱり彼らもその、要はそのどういうふうにして難病していくかっていう時に、やっぱり代表となるお医者さんが頑張ってるんですよ。それは研究じゃないんですよね。まあそうですね、うん、研究はね。だからね、もう率直に言っちゃうとね、日本の今バーッと考えて、本当にトップレベルのこの分子の研究できる人たちっていうのはいないと思うね。でそれはね、やっぱりレベルが高いですよ。この分子の研究ってやっぱりかなり優秀でないとできないと思う。でそれは人間でもやらないかんし、動物モデルもいるし、それから最も今ホットなそのエピジェネティクスって言うんですけど、まあ、そういう、エリアのことに関してちゃんとやってる。で一人でレッド諸国にやってた女性で、大阪大学の、人はよく知ってるんだけど、やっぱり本当に一部ですね。でそれは、エピジェネティクスをやってる浦さんっていう女性やったんですけどね、それはそういう人がいないとなかなか研究としては進まないですね。でさっき言ってた、やっぱりその研究者心を刺激するから、やっぱりいろんなところでの今研究が進んでるんですね。だけど先ほどおっしゃったように、その日本でも研究しようと思うと、やっぱり一からこういろんなものを揃えていかないかんから、すぐに研究の人がそこへ追いついていくって、うん、
やっぱり遅れちゃうともうどうしようもない。だから僕はやっぱりもっともっと臨床をやっていって、で研究は例えば あとまあ何て言うかな、2番煎じでも僕ええと思う、うんうん、でもっと極端な話を言えば、アメリカでいろんなお薬の、ことが出てきた。それがその本当に日本の患者さんでもそうかということを例えば細胞で調べていただけるとか、でそういうインタラクションができるっていうようなことが大事かなっていう感じしますけどね。だからやっぱり主治医で、患者さんのためにと思ってくれる人が大事だよね。ここまで遺伝子診断がさしっかりされてて、患者の情報が分かっていれば、あとはやっぱりもうそこは患者さんとお医者さんご家族ですよね、頑張ってを、まあ、ちょっと研究の部分よりもどちらかというとかなり実務的な話になってくるんですよ、これ。やっぱ厚労省に何回も行ったり、そういう話なので、だからじゃあいいペーパーが出たからじゃあ出るよっていう話ではないので、やっぱりしっかりなかなか出んやろうしね。いやいや、そうですよ。だからしっかりしたその疫学ですよね、それとこういう診断法があってこうだからこれはやっぱり難病してくださいっていう風なのを厚労省に持っていくっていう、でその時どうしても核となるのはお医者さんで、まあ、主治医なのか、あるいは神経のそういう精神学会になるか分かんないですけど、やっぱりそういうところと一緒になっていかないとなかなかこれは進まないというと思います。本当にでも決して無理だっていう話ではなくて、実際僕らも新しい病気で免疫不全ということで通したことがキャスプっていうのがあるんですけど、それも通したんですよ。僕らも実は患者さんうちに3人メーカーがいて、今まで通ってなくて、もうやっぱ保険医療がすごくかかってもこれはこうだからこうだろうこうだっていういろいろこう、まあ、そういう意味でね、僕も一番最初の時にはやっぱりレッドと一緒になる方がいいかな、と思ったのはありますね。やっぱり症状の共通性も若干ある、でもちろん男女の問題はあるんですけども、まあ、今日紹介したやつでも まあ、同期性とかでもやっぱりレッドとそれから MECP2、重複と両方必ず、セットで考えていくし、それから、診断を考えても例えばもう、まあ、エクソームやる場合は全部調べますけど、やっぱりある程度決め打ちする場合でも同じように引っかかってくるわけだから、なんかそのレッド症候群をやってるこう、まあ、先生方が今までの経験で、一緒に入れていただけるっていうようなことを、っていうのは教科書でもね MECP2 発現異常っていう話にだんだんなってきてる、でレッドで、例えばその文献検索をすると必ず NEPC 重複症も一緒に出てくるいう時代になってるから、そこの実態を組んでくれると楽かなと思ったんですけどね。そうでしょうね。やっぱり MECP 関連症候群みたい症候病群で今後は行く、今はやっぱり病気はこれ名前レッドさんっていうのはフランスの先生の名前ですけど、彼が最初にこういう症状から持ってきたのが今は遺伝子で行くわけですね。だからさっき言ったように多いか少ないかでやっぱり病気になる。ただそこの根幹となるのは MECP2 なんだから、MECP 遺伝病とか関連疾患という形だと枠が広がってっていうストラテジーは立てれると思いますよね。まあ、なんかもっと外側にどうやって見せるかですよね。まあ論文が出たら行くのよ僕は紹介しますけどね、本当にたくさん出てますわ。びっくりしますね。例えばメドラインで調べてもねびっくりしますよ。これ要するに論文を検索するときこれ使うんですけどね。まあ、ドゥプリケーションまでいっても、まあ、これだけでパッと見ても今日これ紹介したんですけどね、まあ、2ヶ月の間もこのぐらいは出てますよね。で、これもそうですよね。結構こう
16年ジュライでしょ、ね、うん、だから、ね、このなんていうかな頻度から考えてもやっぱり、ね、うん、まあたくさん研究者いるなっていう感じで、特に中国が強いですね。キーツォーは僕よく知ってますけどね。だからまあそういう意味では期待は持てるっていうかね、うんうん、だから研究はもう外国に回っちゃったらおかしいけど、それは、うん、いや多分 IPCR も全部できてるしね、うん、だからそういう意味で言うとよくフォローしてて、で特に主治医の先生やると、うん、その、まあ今日せっかく小野先生来ていただいてるんだから、やっぱり遺伝子治療やらも割とこうストレートにいく、それからまずその最初の治験やらのところにうまく入っていくような努力をしていくとかですね、まあそういうことですよね。特にクリスパーなんかと思うんですよね。日本の場合やっぱりクリスパーをソマティックなっていうか、まあ体細胞でやるっていうことに関してGO が出ててもやろうというのはどのぐらいあるんですか？いやでも決してまあもちろんヨーロッパアメリカの後にはなると思いますけど、うん、いやそれもこれもう先やる必要ないですよ。だけど多分ヨーロッパが多分本当に先って数年で出てくると思うんですけど、うん、実際 HIV に関してはズインクフィンガーは使った同じようなゲノムエディティングでやってますんで、うん、クリスパー使うことも決して問題ない。アメリカのベンチャーだってもうなんかいっぱい申請してます、ね、そうです。だから多分それに関してはいけるんですけど、まあ、またちょっと話別になっちゃいますけど、うん、なかなか日本はもちろん日本なりの大変な規制、認可してくれんわけですか？いや認可というか要は規制がやっぱりきついんです、厳しいんですよ。ヨーロッパとアメリカと比べて、うん、非常に先生もご存知ですけど、 IPS もそうなんですけど、うん、やっぱり非常に厳しい条件のもとでないと特に治験薬の開始をできないっていうのが今の状況なんです、うん、だから非常に大変です。だけどできないわけではないです、うん、いやもちろんそうですね、なんか他ありますかね。もうあともう時間がないということでなんかちょっと喋りすぎたかもしれないけど質問、はい、なんか質問、どんな質問、ちょっと見えます？まだ発症していない転換の発症を防ぐことはできますか？もちろんさかね難しいっていうのはね、やっぱり遺伝子がちゃんと置き換わればまず間違いなく後からのやつはできると思いますけども、発症してないのにそれをやるかどうか出てきますよね、うん、だから、まあ、ちょっとこうどういうか矛盾ですよね。それはね、発症してたら発症してる人を止めるのは僕できるんだ。ですね、そこ非常に多分今後のさっき の発症前診断の時もちょっとしたんですけど、うん、今後やっぱり症例を集めてですね、このゲノムの時はこのぐらい悪くなる、うん、このゲノムの時はこのぐらい軽いんだっていうゲノムとフェノタイプの1対1のコリレーション、ゲノムコホートっていうのが始まってくるんですよ。まあ、ありますよね。そうしないとやるべきなのかやらないべきか非常に難しいわけですね、うん、発症する前の人に対して。ただ今後は多分そのゲノム、まあ、エクソンも始まると思うんですけど、することによってこの人の将来性が予測できて、このタイプであれば今からやりましょうっていう、うん、多分時代になると思います、ね、だからそれはね時間かかりすぎますわ。だから多分今ゲノム、ゲノムサービスやめやってるのもあるけども、やっぱり簡単やないですね、うん、でこのようなその明らかに一遺伝子疾患で共通性の多い部分に関してはやっぱりどんどんやっていくいう方向に行くでしょうね。あと例えば MRI だとか、さっきのっ神経の疾患出しましたけど、 MRI で何とかが出たらやるとかですね、うん、症状出る前に何らかのバイオマーカー的なものがあって、うん、それが動いたらやるっていう、うん、一つの多分そこがクライテリアになってくると、うん、けどね、はい、例えばやっぱりお母さんやらの問題にもなってくると思うけど、じゃあこれから発達期の一番大事な時に、うん、ともかくやってみるかどうか。そこはね、本当に僕らがなんか軽々に言えない決断の問題がありますよね。だから絶対的安全性があった場合は問題ない、うん、
で、いう、で、しかし先ほどおっしゃってたように、いや元に戻したら問題あるかもしれへんっていうことになるともっと大変なので、やっぱりそれは一種やっぱり 人体実験ですよね、一種の。それが行われざるを得ないという状況があるので、うん、難しいところありますね。うん、そうですね。だからそういうのをやっぱり一人で抱え込んでも意味がないから、うん、やっぱりいろんな議論をされる。で、そこの、専門家としての意見はいくらでも出せるけれども、何かを押し付けるものでもまだないですね。だから正確な知識をやっぱりこうサイトなんかでこうみんなが確認されて、で、やっぱり多様な意見があっていいと思うんで、で、そのどれかの意見を排除しないと、僕はやっぱりそういうなんか新しい関係作っていったらいいかなという感じしますけどね。多分治療って多分いろんな治療があるわけですよね。ドビ薬もあれば、遺伝子療法、オリゴとか。で、基本的にはもう非常に味きれた言い方なんですけど、やっぱりリスク&ベネフィットなんですよ。得られると思うリスクと、いや、で、発症すると思うリスクと得られるリスクというバランスの関係になるんですね。例えば骨髄移植って治療効果ものすごくあるけど、なかなかやってしまうと戻れない。じゃあ遺伝子療法は比較的やってもあんまり副作用がないとなると、順番は遺伝子療法が前に来る。飲み薬が前に来る。だから今後多分いろんな遺伝治療が出てきた時に、このぐらいだとこのぐらいでリスク、このぐらいだからこっちにしましょうっていう、最後の治療っていうのはやっぱりリスクが大きい時はやっぱり賭けになってしまうので、誰もやっぱり医学という医療というのは保証なんかできないので、何が起こるか分からない。だからそれはもう今までの経験と、それから今もちろん経験という情報ですをもとに、多分ご家族との話し合いでリスクとベネフィットですね。ただね、やっぱりね、それはやっぱ患者さんの団体が、専門家と一緒に意見をいつも考えてられるのが大事で、一人 の患者さんや患者さんの家族とお医者さんの関係の中で完全に決まっていくものではないですね。だからやっぱりどういう形でその分かりやすい、しかし正しい知識をどう共有するかっていうことを、まずその心がけるっていうことが大事かなと思います、ね。さっきのあの研究班だとか家族会とかっていうのは、実は過去の情報があるので、一人新しく入って入会されたご家族にどこまでアドバイスできるかということですね。やっぱ今日はまあかなり前向きな話したんですけど、患者会で僕やっぱ大事だと思うのは、やっぱりその診断とかそういうものに関する共有でね、僕らやっぱり患者会で話させてもらっても、その患者さんたちがやっぱりその例えばその診断のあり方とか、そういうことに関して、やっぱあるいは自分がどういう形で起こってきたのかっていうことをほとんどご存じない。でやっぱりなんかこう前それこそ iPS でも何でもいいけど、先にぶら下げられたその治療ばっかりの方に向けられてしまってるっていうのはやっぱり良くないというふうに思いますから、やっぱり地に足ついたね、ことでやっぱり議論するっていうのが大事かなと思いますね。わかりました。ちょっともう時間進んだんで申し訳ありません。で今日は小野田先生どうもありがとうございました。で、ご家族の方も参加していただきましたので、今後もそういう意味では、どう元気でやってられるか、僕らも報告していけたらいいなと思います。それから特に僕自身も重要な研究エリアだと思いますから、面白い論文が出たらまた紹介していこうと思っています。どうもありがとうございました。